ミネアポリスはアメリカ海軍の防護巡洋艦。コロンビア級防護巡洋艦の2番艦。艦名はミネソタ州ミネアポリスにちなむ。ミネアポリスは1891年12月16日にペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・サンズで寄港した。1893年8月12日にエリザベス・ウォシ・バーンによって命名、浸水し。 1894年12月13日に、艦長ジョージ H は奴隷大佐の指揮下収益した。収益後は、北、大西洋戦隊に配属され、東海岸沿い及び西インド諸島で訓練巡行を行う。1895年11月27日に、ヨーロッパ戦隊に配属され、12月13日にジブラルタルに到着した。 地中海での巡航後、ミネアポリスは、トマス・オーセル・フリッチ少将の帰還となり、5月13日から6月19日まで、ロシアのクローンシュタットを訪れ、ニコライ2世の戴冠式に、アメリカ合衆国の代表として参加した。北ヨーロッパの主要港への訪問に続いて、トルコ及びギリシアへ帰還する。ミネアポリスは1897年6月21日に、ジブラルタルを出港し、 7月6日にフィラデルフィアに到着、翌日リーグ島海軍交渉で予備役となる。米西戦争が勃発するとミネアポリスは北部偵察戦隊に配属され、北、大西洋沿岸での作戦活動に就く。1898年4月に西インド諸島での偵察任務に急送され、パスクワル・セルベラ帝督率いるスペイン艦隊を探索して、 ベネズエラ沿岸まで巡航、フロリダ州キーウェストを経由して、サンティアーゴデクーバに帰還した。ミネアポリスは1898年8月18日に、フィラデルフィアで予備役となり、リーグ島海軍交渉で、新兵収容官として1902年4月23日に保管された。1903年6月2日に退役し、10月5日に再収役した。 12月16日から28日まで、ルイジアナ州ニューオーリンズで行われたルイジアナバイ州100周年記念祭に参加し、翌年は大半を西インド諸島の巡行に費やした。ミネアポリスは1905年5月23日に、コネチカット州ニューロンドンに到着し、ジョン・ウィン・スロップ記念碑の除幕式に参加した。その後、旧短官シーザー及び長期戦リキシーと共に、 コルビー・エム・チェスター少将を率いる特別任務戦隊を形成し、スペイン及びアフリカ沖合での天文、科学調査任務に赴いた。1905年7月3日にニューヨークを出港し、ジブラルタルには17日到着、8月30日に日食を観察するため天文学者を運んだ。11月10日に地中海を出港し、フランス及び イギリスを経由して12月23日にハンプトンローズに到着した。1906年4月20日から5月5日までメリーランド州アナポリスに停泊、ジョンポール・ジョーンズの遺体再埋葬の記念式典に参加し、その後は主幹候補生の訓練巡行、ニューヨーク州及びコネチカット州の海軍民兵の訓練巡行に従事した。 1906年11月17日、ミネアポリスはフィラデルフィアで予備役となり、アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦、するまで同地で保管された。ミネアポリスは1917年7月2日に最終駅し、9月15日にフィラデルフィアを出港、ハンプトンローズに向かう。ハンプトンローズを10月26日に出港し、パナマ運河地帯のコロンに向かい、 そこで、イギリス軍の輸送艦アワ・コーリンシアと合流した。船団は11月6日にコロンを出港し、ハンプトンローズ経由でノバスコシア州ハリファックスに向かった。ミネアポリスはその後も大西洋岸での作戦活動を継続し、1918年2月24日に大西洋横断の船団護衛任務に配属される。続く8ヶ月間でニューヨークを出港して、 イギリス駆逐艦に任務を受け継ぐという航海を4度行う。10月9日に最後の航海としてニューヨークを出港し、シドニー、ノバスコシア州へ向かう船団の護衛を行い、10月19日にニューヨークに帰還した。ミネアポリスはアジアステーションの帰還任務を命ぜられ、1919年2月7日にカリフォルニア州サンディエゴに到着した。 1921年3月15日にメアアイランド海軍造船所で退役し、8月5日に売却された。ミネアポリスのマストと艦内事象は処分を免れ、ミネアポリスのカルフーン湖の北東に保存される。ありがとうございます。